WBC 世界フライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBC 世界フライ級チャンピオン112パウンド韓国キム・ヨンガン。尊敬するボクサーはシュガー・レイ・レナードですと言います。 WBC のチャンピオンキム・ヨンガンです。WBC 世界最級5位、国際所属レパート玉熊。青森商業の後輩の応援もひときわ大きく聞こえます。 WBC5 位挑戦者レパート玉熊、国際ジムです。ロバート・ワトソン、ジャッジはロバート・ワトソンさん、アメリカ・ミシガン州。キャロル・カステリアノ、そして女性のジャッジです。キャロル・カステリアノさん、アメリカ・ニューヨーク州です。エブラム・チャベリア、エブラハム・チャバリアさん、メキシコからです。そして先ほどご紹介いたしましたようにレフェリーはリチャード・スティールさん、アメリカ・ネバダ州です。ファイティング原田さん、はい、全日本ボクシング協会会長として激励をされました。玉熊どうでした？そうですね、いくらかちょっと緊張してるかなっていう感じですけども、非常に心に秘めた闘志は伺いましたね。はい、さあ WBC 世界フライ級タイトルマッチ12回戦、5年ぶりに日本にフライ級の世界チャンピオンが誕生するでしょうか。レパード玉熊の1ラウンドの滑り出しに注目しましょう。現在日本には世界チャンピオンがいません。4ヶ月ぶりにその日本に世界チャンピオン復活を期待する多くの声援を受けまして、今第1ラウンドが始まりました。まずは静かなスタート、右のボディーブローをブロックしました。グリーンのトランクスをつけております、チャンピオンのキム・ヨンガンです。身長 164.4cm、 対しまして玉熊は 172cm の身長です。しかしリーチは 171cm の玉熊、 170cm のキム・ヨンガン、あまり差がありません。手の長いキム・ヨンガン、左のブローを伸ばしてまいりました。浜田剛さん、はい、玉熊意外にうまくさばいてるんじゃないですか。出だし思ったより柔らかいですね。そうですね、はい、相手のパンチもよく見えています。玉熊の右軽くヒットしました。小林博さん、はい、高橋会長もですね、 1,2 ラウンド玉熊がしっかり足を地につけてスタートしてくれれば、その後は玉熊のペースに引き込めるんじゃないかという期待を語ってるんですがね。なるほどね、非常にね、ボディーとも冷静ですよね、はい、冷静ですね、はい、おっと右のフック引っかけました。うまい、右のストレート、玉熊の右に当たっています。確かに玉熊は上手い選手だけれども、テクニックでは自分の方が上であると豪語しております、チャンピオンのキム・ソン・ヨンガン。 KO にはこだわらない。スリップダウンではありません。しかし当たっています、玉熊の目に当たっています。左の目の周りが赤くなりました、キム・ヨンガン、チャンピオン。これは1ラウンドから、あるいは波乱があるかもしれません。どよめいています、場内がどよめいています。青森県総合運動公園の体育館、ぎっしりと詰まりましたお客さん。青森市の皆さんが手作りで作った今日の世界タイトルマッチであります。ファイティング原田さん、はい、いいですね、玉熊、非常にいいんですよ。自分から打って相手が来るところですね、下がって左に行くですから引っ掛けてますから、はい、だからキム・ヨンガン選手もなかなか自分から攻撃してこなくなりましたね。そうですね、やはり左構えサウスポーの選手は右がリードできるかどうかということでしょうね。そうですね、同じサウスポースタイルの浜田剛さん、はい、この戦い方、玉熊どうですか。1ラウンド今のままでいいと思います。はい、ボディブローを狙ってきました。キム・ヨンガンは練習で盛んに右を練習してましたけど、これはサウスポーは最初から頭に入れてることですから、あんまり怖ないと思います。キム・ヨンガンの右、今の右ですね、はい、今の右はやっぱりちょっと注意せんという感じですね、はい。第1ラウンド時間がわずかになりました。残り5秒です。いい立ち上がりを見せております挑戦者のレパード玉熊。
ここで第1ラウンドが終了いたしました。第1ラウンド小林さんはイーブン、そして原田さんは10対9とレパード玉熊リードです。ラウンド玉熊がスリップダウンを奪ったところです。これはナックダウンではありませんが、当たってますね。ちょっと足が引っかかりましたか。玉熊の右足に引っかかりまして、座ってくような形で倒れておりますので、リチャード・スティールレフェリーはこれをナックダウンとは認めませんでした。しかし第1ラウンドは非常に落ち着いた戦いぶりを見せました。挑戦者の玉熊、黒いトランクスです。25年前にこの青森県青森市で生まれました玉熊、その年に高橋義典会長が世界挑戦を果たせませんでした。その25年間の夢を今その玉熊に託しております。高橋義典会長です。軽く言い出しといて、おっと右大きく振ってまいりました。キム・ヨンガンです。とにかくキム・ヨンガンの事前の検診を行いました向島優コミッションドクターによりますと、キム・ヨンガンの顔には全く傷がないし、それから視力が 2.0、 左右とも 2.0 というのは驚くべきことである。これは打たれていないんでしょうということでありましたが、今日は早くも玉熊の右を打たれております。左の目の周りがちょっと赤くなっております。キム・ヨンガンです。盛んの今の右は練習してましたから、これは抽選という感じですね。はい、右のボディーブロー、当たった、おっとちょっと足が浮いた、玉熊ピンチ、キム・ヨンガンの強打が当たりました。あの先手を打ってますね、チャンピオンはね。あ、そうですか。逆にね、あの玉熊君ね、リラックスはしてるんですけどもね、やはりパンチを出してほしいですね。はい、はい、大事な1ラウンドは乗り越えました。第2ラウンドは先手を取ってまいります。キム・ヨンガン右のストレートを左打ってまいりました。浜田さん、はい、今の右ストレートも計算済みなんでしょう、玉熊としては。計算済みなんですけど、もう少し頭に入れてほしいですね、そこは。あ、そうですか、はい、来ることは分かってて、来ると、はい、ちょっとあの調子来るんですよ。とにかく今日は挑戦する試合で、玉熊はこれまで言われてきたのはファイティング原田さん、はい、日本タイトルも取っていますけれども、チャンピオンになると強いボクシングだということを、ね、よく言われているんですね。非常に玉熊君ですね、はい、それから随分変わってましたからね、はい、やはり積極性が欲しいということでボクシングのスタイルも変わってきてますか。そうですね、あのいいようなパンチ当たりますとですね、はい、結構きますからね、はい、ちょっともう少しあのあっランチになった方がいいと思いますね。ちょっと2つになると思いますね。あ、そうですか、はい、もう少し前傾した方がいい、はい、玉熊の左のストレートが先ほど軽く当たりました。右はボディブローです。今の右はあのちょっともう少し頭に入れてほしいですね。打たせてはいけない右ですね、はい、来ることを分かっていて、来るとちょっと調子狂ってしまうんですね、はい、玉熊そして高橋会長の作戦としては、前半でなんとかリードを奪っておいて、後半に入って相手が焦って出てくるところに玉熊がアウトボクシングで徹底したじらし作戦を取ったらいいんじゃないかということを描いておりますが、第2ラウンドは先手先手と左側グリーンのトランクスのチャンピオンキム・ヨンガンがリードをしております。右のスックです。玉熊の右、いい打ち合いだ。玉熊の左、キム・ヨンガンの右を返します。第2ラウンドが終了いたしました。このラウンドは10対9、原田さんは逆にキム・ヨンガン、そして小林さんはイーブンです。2ラウンド1分過ぎのキムの構成を見ましょう。左から入って玉熊がちょっと泳ぎました。この時に足が浮いています。ご覧のようにちょっとバランスを崩しかけた玉熊ですが、よく持ちこたえまして、試合は第3ラウンドに入ります。今日のこの放送は青森放送の開局35周年を記念して、青森県総合運動公園体育館から実況生中継でお送りしております。 WBC の世界フライ級タイトルマッチ、もし玉熊が勝ちますと日本で8人目の世界フライ級チャンピオン誕生となります。その誕生の一瞬をじっと待ちかねております。この総合運動公園の体育館のお客さん、玉熊の右の目の下あたりもちょっと赤くなってまいりました。なんとなくあれですね、チャンピオンの方がね、玉熊君の そのボクシングがね、分かってきた気がするんですね。あ、そうですか、はい、玉熊君ね、やはりあの左のストレートにね、はい、右 の引っ掛けるんですかね、非常にうまいんですけれどもね、それをうまくあの読まれてるもんでね、はい、あの右へ回った今のストレートですね、うまくなく打たれますね。なるほど、はい、さてそれではコーナーセコンド陣はどう読んでいるでしょうか。まず挑戦者コーナーの若林さん、はい、玉熊陣営はですね、非常にあの金田トレーナーの話ですが、パンチがよく見えている、そして落ち着いていると。お、そうだ、待って、右もらった、
さらにリズムがあるということを言っています。ただ第2ラウンドになって手数がなくなったのが気になるということを話しました、はい、今も右のストレートをもらいました。さて一方チャンピオンコーナーはどうでしょうか、村山さん。はい、さすがに第1ラウンドちょっと気負っていたようで、ここでただ急ぐな焦るなという声が上がっていたんですが、はい、2ラウンド以降落ち着いてきました、相手が右を引っ掛けてきた時に、右のショートを合わせろと、そういう姿が、はい、あ、この顔打たれてる、乱戦模様になってまいりましたが、マコンが打たれています。しかしよくブロックした、左がうまく当たっています。キム・ヨンガンの左、そして右、さあ、たまたま、これ動きを止めてはいけない、あ、たまたまだった、右をもらいました。ちょっとまっすぐに下がる、まっすぐに入る、そういった動きが目立ってまいりました。挑戦者のたまたま、まとめて打ちます、まとめて打ちます。ナックアウトを狙ってきたんでしょうか、キム・ヤンガン、このところ、ナックアウトがありません。このところの3戦人気の点で今一つ韓国でも沸騰しないというこのキム・ヨンガ、このあたりであるいは、ね、ナックアウトになってきて、そして今日のこの衛星中継を通じてファンにアピールしようというのがキム・ヨンガ、 WBC フライ級のタイトル保持者であります。浜田剛さん、はい、ちょっと立っている場面が多いんじゃないですか。そうですね、リラックスするんじゃなくて、体を振るといいんですね、はい、それとあの足をですね、玉熊の右足を相手の左足の外に出すということが、あ、これはスリップ、これはスリップです。ちょっと相手の真ん中に立つんじゃなくて、出るのがいいと思うんですけどね、はい、やはりこの動きの差ですね。あ、そうですね、はい、とにかく相手の獲物を狙うチータというニックネーム、俊敏な動きを得意とするチータことキム・ヨンガンです。左のボディーブローです。いいボディーブローですね。さあ、これはまとめて打ちます。応戦です、応戦です。打ち合いに入りました。玉川も打ち合いに入った、応戦です。ここで第3ラウンド終了しました。白熱した攻防です。このラウンドは10対9、キム・ヨンガンが取りました。相手に原田さん、はい、このレパード玉川、第3ラウンド終盤でね、相手の打ち合いに乗ってきましたね。そうですね、入って逆に打ち合った方がいいんですよね。あ、そうです。来た時には打ち合った方がいい、はい、ちょっとですね、ちょっとやってるのが気合がりなんですけども、やはりこれ3回4回になってきます。今度4回目ですね、はい、4回になってきます。慣れてきますからね、パンチもちょっと、スムーズに出るんじゃないかと思いますよ。あ、そうですか、はい、でも非常にこのキム・ヨンガン選手とはよく手が出ますね。そうですね、ヨンガンの攻撃は非常にいいと思います、ね、はい、あとは右のボディーブローから入りましたキム・ヨンガンです。ちょっと低いという注意が与えられました。リチャード・スティールレフェリーです。第3ラウンド終盤には白熱した攻防、どっちがクリーンヒットを取るかというそういった場面展開で、右でクリーンヒットを取りました、レパード玉熊。さあ、ここはちょっとレパード玉熊アウトボクシングをするのか、逆にキム・ヨンガンがアウトボクシングに入りました。足を使います、キム・ヨンガン、その出鼻をくじきます、レパード玉熊。ここは大事にいきたい玉熊。一発ナックアウトの魅力もやっぱり挑戦者には必要でしょうかということで、1ヶ月半頃の前頃にはこのレパード玉熊、一時その一発一発にパワーをつける練習もしてみました。しかし小林さん、はい、やっぱり本来のボクシングができなくなってね、バラバラになってしまって、あ、なるほどね、この挑戦はとにかくね、タイトルを取ることだけに絞って今までのボクシングでやろうと、でスタイルを変えるのはそのチャンピオンになってからでいいんではないかというね、そうですね、まあ、やっぱりペースってものがありますから、ね、はいはい、そういう時に力んでしまってね、はい、体調っていうかリズムを崩してできないですからね。なるほど、はい、この青森市で行われる世界タイトルマッチはこれが2度目、前回の18年前に小林宏さんのタイトルマッチが行われておりますが、もう一つ、八戸市で10年前に行われたのが瀬川幸雄さんの試合でした。青森県内で行われるのはこれが3度目という世界タイトルマッチです。それだけに、今日のファンの出足も非常に多くて、この県総合運動公園体育館、1時間も前からお客さんが入り始めました。右のボディブローちょっと低いか、キム・ヨンガンすぐに左を伸ばします。相手の出鼻をくじきます。この辺りがうまいキム・ヨンガンです。ちょっと荒くなりました、ラフになりました。キム・ヨンガン相手を捉えていません。さあ、ここはペースをつかみたい。たまたま細かいパンチを与えました。拍手が湧いています。カウンターを取られました。この辺りは浜田さん、はい、やっぱりキム・ヨンガン自分で言うようにテクニックでは1枚自分の方が上ですというところでしょうかね。玉川はですね、相手の右を強く相手のもっと強く振るんですね。再三おっしゃっているその右ですね。そうですね、この右は来ることは分かってるんですから、もっと強く振るべきですね。ということはもう少し右に回り込んでもらうんですね。
もしくはバックステップするか、右に曲がる、回るかですね、はい、それとあの体を振ることですね。あ、そうですか、はい、ただ足元を見てみますとね、はい、絶えずキム・ヨンガンの左足が玉熊の右足の外側に来てるんですね。そうなんですね、特に右を、今の右ですね、今の右振った後にすぐ左に回るんですよ、はい、それを逆にやりたいんですよね。あ、玉熊の方がね、玉熊を逆に右に回りたいんですね、はい。さあ第4ラウンド終了しました。このラウンドも10対9とキム・ヨンガンが取りました。右挑戦者のレパード玉熊25歳、左24歳のチャンピオンキム・ヨンガンです。金田トレーナーの話を聞きます。意識はまだしっかりしているようです、レパード玉熊。一方いいトレーナーの注意を聞きました。チャンピオンのキム・ヨンガンです。青森放送開局35周年記念の特別番組としてお送りしております WBC のフライ級タイトルマッチ、ここまではチャンピオンがポイントの上でややリードを奪っております。これまで青森県の出身選手で世界挑戦をいたしましたのは4人おります。昭和39年の高橋義則さん、現在の国際ジムの会長、そして昭和54年9月の瀬川幸雄さん、さらに昭和56年1月、同じ国際ジムで、ジュニアバンタム級のチャンピオンに、日本のチャンピオンになりましたジャッカル丸山さん。このジャッカル丸山さんは、今日赤コーナーのセコンドに入っております。金鉄砲キム・チョロー選手に敗れました。そして昭和63年尾崎藤雄選手定権ジムが、アメリカでマーロン・スターリングに挑戦しております。尾崎は八戸市の出身です。しかしいずれにいたしましてもまだ青森県の出身選手としては世界チャンピオンになっておりません。期待が大きく膨らんでまいりました、このレパード玉熊のこの試合前。しかし現在のところちょっとレパードが押されております。今の右フックのタイミングがいいんですが、今打った後相手バランス崩しましたから、そこをもう少し攻めたいですね、はい、右のスク、その後左のストレート、右のストレートを返します。この辺りがうまいキム・ヨンガン。玉熊もですね、今の左ストレート当たるんですからね、どんどんもっと打ってもらいたいですよね、はい、キム・ヨンガン選手やっぱりサウスポーが右回りというか、ね、非常に中に入ってきてるんですよ、はい、だからキム・ヨンガンの右ストレートも当たるけど、レパ玉熊のストレートも当たるんですよ ね、 左のストレートね、勇気を持って早く打ってもらいたいですよね。その左が現在のところはなんかちょっとこう軽いというかね、思い切って踏み込んだ左じゃないんですね、今までのところでは。そうですね、足田さん、はい、足田さん、はい、若林さん、そのジャッカル丸山を決めました。これは苦し紛れでしょうか、玉熊を突き倒しました。これはいけません、反則すれすれの技です。突き倒しといえばこの青森県からは大関の朝日富士関が生まれております。それから今日はあのソウルオリンピックの柔道で金メダルに輝きました斉藤仁さんがリングサイドにお見えです。日本で初めて、青森県から初めての世界チャンピオン誕生を待ち望む青森県の皆さん、チャンピオンのセコンドもちょっと慌ててますよ。なかなか出ませんね、ベルが出ましてもなかなか外に出ません。いや、ちょっと今マウスピースを忘れたんですよ、ね、あ、そうですか、はい、これ焦ってますよ、はい、さあ日の丸が打ち振られております。ニュートラルコーナーの後ろ、玉熊コールです、玉熊コールです。足田さん、はい、先ほどレコール途中で失礼しました、はい、彼がトレーナーですが、とにかく先に攻めること、待ってたらもらってしまう、打ち合えと、で攻撃するときに躊躇するなと、さっきの先ほど
攻撃でした。はい、はい、そうです。チーフセコンドを務めております金田トレーナーの言うことをよく聞いております。挑戦者のレパード玉熊。小林さん、はい、先ほどレパードの動きがよく分かってきたキム・ヨンガンというお話ありましたけれども、はい、レパードもようやく何かこうキム・ヨンガンが分かってきた。ですからね、マッチで最初攻める時ですね、はいはい、あの距離だったらやっぱり打ち合った方が得ですよね。打ち合いのがいいです、はいはい、速度じゃないですからね、はい、あっと、カウンター。お互いにやっぱり当たられますよね。左のストレート、この左のストレートを流すだけではなくて、浜田さん、はい、ビシッと決めればいいんですね。それがもう少し続けたいですね、せっかくペースは向いてきてますから、はい、もう少し攻めるべきですね。攻めるべき、はい、はい、放送席、芦澤さん、はい、お父さん、光栄さんは好調した顔で深呼吸しながら唇を湿らせます。君さんは青白く緊張した表情を祈ってます。ああ、そうですか。お父さんの光栄さんが53歳、そしてお母さんが45歳、君さんです。今日は玉熊の方からこの両親を呼びました。普通は自分のボクシングというものをリングサイドであまり見てほしくないというのがボクシング選手の大方なんだそうでありますが、高橋会長もびっくりするほどこの玉熊の方からいい席を2枚取ってくださいと、希望があったそうであります。また相手を抱え込みながら右を突き放すように出しましたキム・ヨンガンです。玉熊のカウンターパンチが時々当たります。しかしすぐに打ち返しますので、いい焦点で果たしてどうでしょうか。3人のジャッジが今日のこの試合を採点いたします。ミシガン州からロバート・ワトソンさん、世界タイトルマッチは13度目、そしてニューヨーク州からキャロル・カスティリアーノさん、ちょっと待ってるというのは39度目、はい、攻めた方がいいと思います。やっぱり先手先手ですね、はい、ちょっと待ちしますね、はい。そしてもう一人のジャッジがメキシコのエブラハム・チャバリアさん、世界タイトルマッチは23度目、また注意が与えられました。おっと、さあこの試合だ、やるストレート。ここで第6ラウンドが終了いたしました。このラウンドは10対10、小林さんはキム・ヨンガンの10対9であります。これが斉藤仁さんです。興奮してるんでしょうか、ちょっと目が潤んでいるようです。同じスポーツマンとして、おそらく同郷人としてこのレパード玉熊に必死に声援を送っていることでしょう。試合の行方は分かりません、まだまだ分かりません。前半の最後のラウンド、6ラウンドを今スタートさせました。左キム・ヨンガ、右挑戦者のレパード玉熊。芦田さん、第7ラウンドでやります、はい、チャンピオンコーナーのセコンド陣なんですが、かなり表情が険しくなってきました。お、そうですか、はい、E40トレーナーも、肩の力を抜けと、大声を出しております。力んでるということですか。赤コーナーのチャンピオンサイドもかなり動きが激しくなっている、慌ただしくなっているという村山アナウンサーのリポートがありました。試合は第7ラウンドに入っております。第3ラウンド、第4ラウンドとキム・ヨンガンに取られましたが、第5ラウンド放送席の採点はレパード玉熊が取りました。まだわずかなポイントの差でありましょう。試合は第6ラウンドから第7ラウンドに入っております。すでに後半に入っております。12回戦制の WBC フライ級タイトルマッチ、全部ブロックしました。アームブロックで全部これを防いでおります。キム・ヨンガンのパンチは今のところ当たっていません。ファイティング原田さん、はい、こういうディフェンスはいいですね。そうですね、ちょっと振り込みがね、チャンピオンのキム・ヨンガンがないんじゃないかと思いますよ。チャンピオンも振り込みが足りない、はい、ちょっと振り込みが足りない、はい、さあレパーの玉熊が、はい、思い切って打ち合わせちょっと怖いですね、はい、ね、でももう大体玉熊が分かっているわけですね。あ、そうですか、またホールディングです。ブーイングが起こっています。今度は細かいパンチ、これもブロックしました。レパーと玉熊、玉熊がこれまでの試合でラグビーを出した試合で言いますと、ほとんどは連打から、そして右のショートアッパーです。今日はまだその右のショートアッパーが通じておりません。左を伸ばします。この後細かいパンチを打ち返すのがキム・ヨンガン。これ小林博さん、はい、このキム・ヨンガンはね、現在のところは何かこう逆に挑戦者のようなボクシングがしてるんじゃないですか。そうですね、それですね、やはりあの手前と見たんでしょうね、玉子のところね、ちょこちょこって引き下げてるのがボクシングですよね。
まだ第7ラウンド終わります。田中はチャンス、足元がふらついている。田中はチャンス、行くか、田中は行った。田中の右、本場と言いましょうか、シーメンの玉熊の反撃、見事な攻撃が見られました。浜田剛さん、はい、これはグラッと来てましたね、チャンピオン。いいですね、チャンピオン、疲れたみたいですね。そうですね、はい、まあ、お母さんはもう涙を食べていらっしゃいますね。試合は第8ラウンドです。さあ、このダメージ、先ほどの第7ラウンドのパンチによるダメージをどの程度回復させて出てきたでしょうか。チャンピオン、グリーンのトランクスをつけております、キム・ヨンガンです。日本選手とそして韓国の選手との世界タイトルマッチはこれまで33戦ありますが、日本選手と15勝18敗3つの負け越しであります。右のフック、しかし日本国内でのこの日韓対決となりますと19戦のうち日本選手が13勝6敗大きく勝ち越しております。今年に入って日韓対決は2つありました。シニアフライ級で小宮山勝美、そしてバンタム級で小林千秋、いずれも韓国でタイトルを奪うことができませんでしたが、今回は日本青森レバー玉熊の地元でやります。やはり玉熊はファイティング原田さん、はい、なんとかあの右をクリーンヒットしてほしいですね。アッパーを、非常に冷静ですね、はい、まだ冷静ですか、はい、はい、よく冷静さを欠いていないというレパード玉熊挑戦者。やっぱりチャンピオンね、逆に入ってますから、逆に回ってませんでしょ、だから結局当たるってのが本当にっていう当たりますよね。あ、そうですか。玉熊のチャンピオンは、ね、当たります、はい、はい、先手に入ってまいりました。先手を取り続けますキム・ヨンガ、右のストレート、玉熊今度は逆に右を打ちました。試合は第8ラウンドに入っております。あっと右のストレート、これをもらってはいけません。浜田さん、はい、分かってはいても食っちゃいますね。せっかくペースは玉熊のペースですから、ペースは変えたくないですね、はい、だから前に出るときでもちょっと体を振りながらも出るといいんですね。真っ正面立ってると相手から狙いやすいんですね。そうでしょうね、はい、標準が定めやすくなります。状態を振って入っていきたい玉熊、右のストレートをもらいました。容易に入ると右のストレートも見舞われます。しかしチャンピオンもこんな試合をあるいは予想していたんでしょうか。実に試合前はいつもニコニコゆとりがありました。これほどまでにレパード玉熊に抵抗させられるとは、抵抗されるとは思わなかったのではないでしょうか。チャンピオンのキム・ヨンガ、ちょっとたじろいだ。小林さん、はい、このレパードは乱戦に強いですね。そうですね、非常にですね、はい、うまいです、ブロックが意外とね。あ、そうですか。立っていてもね、アームブロックがあるからね、はい、かわしますよね。第8ラウンドが終了いたしました。このラウンド10対9とレパードが取りました。小林さんがイーブンです。レパードの第8ラウンド、左から右をご覧いただきましょう。スーパースローです。顔の歪みがよくわかります。打たれてはいるんですけれども、ファイティング原田さん、非常になんかこう自信を持って試合を進めてるんじゃないですか。レパードは生の練習もいいんですけど、相手の持ち味を殺す、そうですね、そこを非常に今日はですね、はい、殺してるんですけども、非常に最後の3秒ぐらい打ち合ってますからね、非常にいい結果できますね、はい。試合は第9ラウンドです。残りこのラウンドを含めまして9、10、11、12の4ラウンド。玉熊は当初からこの試合が決まったときに、自分は判定勝ちでもいいからタイトルをものにしたい、そう言っておりました。このままいきますと玉熊の願い通り判定にまで試合が行きそうでありますが、しかしその前に玉熊があるいはナックアウトを奪うことができるかもしれません。橋澤さん、はい、青森商業高校白崎監督はですね、はい、大竹さん、玉熊は打た
って、いつの間にか自分が勝っているという、そういう試合運びをやっていた、アマチュア時代の試合運びによく似てますよと言ってました。ああ、そうですか。アマチュア時代には高校チャンピオンになりました。アマチュアの経験の豊富な両選手であります。細かいパンチは全部ブロック。そして玉熊右、このあとです。右を返されてはいけません。ちょっと前に出ながら体を振るというんですね。そうですね、前に出るのがいいんですが体を振るということですね。はい、玉熊が出るときにはちょっと上体を揺すればいいんです。そうしないとキム・ヨンガンの右のストレートが餌食になります。玉熊右抜、打ち返された、倍で打ち返された。お返しのパンチの数が多いです。キム・ヨンガンがこの辺りはよく計算しております。日本と韓国の対決は現在日本の4連敗。去年の1月に井岡宏樹が大阪で韓国の選手を破って以来4連敗です。もし玉熊がこのキム・ヨンガンを破りますと1年2ヶ月ぶり。さあ玉熊、うまく踏み飛びます。左を殺します。キム・ヨンガンのうまさが出ました。試合は第9ラウンドに入っております。さあ玉熊、足を止めて打ち合う。おーっと打った、効いた効いた、足が浮いた、足が浮いた、チャンピオンチャンスだ。素晴らしい連打、素晴らしい足攻撃、いいパンチが当たっているぞ。さあチャンスだ、右当たった、左も当たった、チャンスだ。さあここは連打、フラッシュが欲しい、挑戦者優勢。あっとマスティスが突かれた。リチャードスティールレフェリーが割って入りました。これで第9ラウンド終了です。2ラウンドも10対9、玉熊が取りました。素晴らしい攻撃を見せました。向こう側が高橋会長、玉熊の猛攻第9ラウンドに見られまして、もちろんポイントはこの玉熊です。さあ試合はいよいよ第10ラウンド、残り3つのラウンドです。まだ E4 トレーナーが出ませんでした。慌ただしさを増しております。またコーナー、チャンピオンコーナーのセコンド陣。さあここでチャンピオンがどうでしょうか。先ほどは足が浮きました。フットワークが乱れてくるか。浜田さん、はい、ここはもし浜田さんだったらどうしますか。そうですね、あの今ペースは玉込むペースですから、体を振りながら右を使いながら今のストレートですね、はい、もう少しビシッと打つといいと思うんですね。左をやっぱりビシッと決めたいですね、はい、ストレート、今のストレートですね、はい。ここまでの記者席の採点なんですが、おおむね1ポイントから3ポイント、玉熊リード、玉熊リード、玉熊リードです、はい。ちなみに韓国 KBS の放送席の採点は2ポイント、キム・ヨンガンリードです。なるほどね、このあたりの見方が分かれております。はい、橋田さん、はい、玉熊陣営ですが、五分五分と見ています。五分五分、残りのラウンドを取った方が勝ちと。なるほど、をしています。でもっと細かく小さいのをまとめてというアドバイスです。そうでしょうね。玉熊が打っても4枚のラウンドはかなり打ち返しておりますので、キム・ヨンガン決定的なポイントを奪うまでにはなかなかいきません。しかしそれにしましても青コーナーの挑戦者陣営は、ファイティング原田さん、なかなか慎重な見方をしてますね。そうですね、そのぐらいの慎重でよろしくお願いします、はいはい。もちろん公式のジャッジはシャバリア、ワトソン、カステリアーノという WBC のベテランジャッジが採点を行っております。これを打たれてはいけません。また左、いきなり打ってまいりました。左、もう少し体振るといいですね、玉熊。そうですね、はい、どうしても状態の小刻みな揺らし方がありません。玉熊、相手の照準になってしまいます。また身をもらいます。腰を落としました。チャンピオンのキム・ヨンガン、これをジャッジがどう採点するか。玉熊の左が当たるだけに小林さん、はい、
積極的にあの左を打ってほしいですね。そうですね、本当にあの左スプリットいいんですよ、で入る前にあの左スプリットの右の返しがね、はい、本当はいいパンチなんですけどもね、左のスプリットが出てないですね、打たれながらね、この距離で打った方がいいんですよね、はいはい、チャンピオン疲れましたね。疲れてますか。はい、疲れてます。はい、そうしますと当然動きが止まります。マクナーとにかくスタミナに自信があります。練習でもスパーリングをする前におよそ20分間全く休みなくサンドバッグを打ち続けます。どこにこんな細い体のどこにそんなスタミナが秘められているのか、私どもは大変びっくりいたしました。この試合まで9ヶ月、日本タイトルを返上して備えました挑戦者のレパード玉熊。第10ラウンドが終了いたしました。このラウンドはイーブンです。さあ玉熊のブローをご覧いただきましょう。左のストレートが当たるんです。腰が落ちました。これですよね。残り2ラウンド表情を見ておりましても玉熊の方があまり打たれたという感じがありません。一方のキム・ヨンガンはかなり右の目の下のあたりが腫れております。おそらくこれほど打たれるとは思わなかったのではないでしょうか。キム・ヨンガン陣営、さあキム・ヨンガンがかけてきました。第11ラウンド残り2ラウンド、玉熊もこの後2ラウンドはおそらくかけてくるでしょう。勝負を激しい打ち合いです。あっと身のスメートが1人、さあ玉熊手を出せ、手を出さなければ負けます。ここまではこのラウンド、キム・ヨンガ、これはうまいですね。やはりうまいというのは小林さん、はい、その取り方がうまいということですね。そういうことですね、はい。しかし終盤にね、玉熊が打ち返せば印象としてはやはり終盤の方が強く残りますからね。そういうことですね、これ待っちゃいけないですね、はい、先に手を出さなきゃいけないことですよね、はい、さあ間合いを詰めます。もうここで打たなきゃいけないですよね、この左、はい、さあここまでこのままいきますとこのラウンドを失います。挑戦者のレパード玉熊、なんとか反撃してほしい。ボディーブローだキム・ヨンガ、チャンピオン攻勢に出ました。右の服体が泳いだ、玉熊の右の服が単発です。その後うまく体を預けて玉熊の左を封じます。チャンピオンのキム・ヨンガ、右のアッパーショートアッパーを突き上げた。なんか非常にね、はい、キム・ヨンガね、左足でですね、はい、あの玉熊の右足をちょっとね引っ掛けるんですよね。あー、そうですか。あれ上手いですよ、はい、左右相打ち。さあ玉熊の右、そして声援が送られております。12回戦の11ラウンドっていうのが一番きついと思うんですけど、さあ玉熊打ち勝った、玉熊打ち勝っている。先ほどのポイントの返した、この場内もう春よりもむしろ一足飛びに夏の興奮が巻き起こっております。夏の暑さを感じさせます。青森県総合運動公園の体育館、 WBC フライ級タイトルマッチ、久々に日本が世界タイトル挑戦からタイトル獲得へとチャンスをものにすることができるか。残り時間がわずかになりました。11ラウンド、このラウンドの採点は難しい。いい打ち合いもこれは絶対十分ですか、はい、いやーよく後半頑張りました。第10ラウンド、はい、そうしますと放送席ではここまでわずかに玉熊ですね、それもわずかな差であります。放送席の採点はわずかに玉熊、公式のジャッジが非常に微妙なところになっているのではないかと思いますが、あ、これは笑顔を見せているんでしょうか。お父さん、そして向こう側もう見ていられません。お母さん、そして玉熊です。3人兄弟、お姉さんと妹がいます。男は1人、子供の頃は本当に物静かな青年だったそうです。
ここにこんな投手が決められているのか両親は信じられません。そして最終ラウンドを迎えます。はい、非常に我慢強いんですね。高校時代も、減量するときにはね、一人で減量してました。東北の人独特の粘りを見せるレパード玉熊が最終ラウンドにかけます。決定的なポイントを奪いたいところです。最終ラウンド、さあ4ヶ月ぶりに日本にチャンピオンが誕生するか。5年ぶりに日本フライ級のタイトルを日本がものにすることができるか。そして青森県から初めての世界チャンピオンが誕生するか。残りは2分半、回転は非常に微妙でありましょう。決定的なポイントをこのラウンドに取った方が有利な勝ちになるかもしれません。打たれた鎌倉棒立ち、鎌倉棒立ち、大丈夫か、鎌倉大丈夫か。さあここは鎌倉頑張れ、辛抱の鎌倉。タイムを取ります、タイムを取ります。マウスピースを入れ替えます。 WBC は大変選手を保護いたします。試合再開です。時計が1回ストップしております。出ました。さあここからです。後半強い玉熊、玉熊頑張れ。玉熊の目がちょっと晴れました。さあ玉熊、キム・ヨンナ、キム・ヨンナチャンピオンの意地をかけます。ここでね、世界チャンピオン誕生を見たいと思いますが、さあ注目の公式のジャッジ、果たしてどうでしょうか。キム・ヨンガ、苦しい試合を強いられましたね。チャンピオンもいい試合だったですね。しかし ねよく打ち合いました、はい、右キム・チョロ、いい4例トレーナー。勝者赤コーナー9防衛です、防衛です。地元期待の世界チャンピオン誕生ならず。25年にわたる高橋会長の夢破れ、このキム・ヨンガンが勝者であります。赤コーナー本当になんか、ね、勝ったと思ってませんみたいな感じで、日本語でねコールがありましたので、今ようやく気がつきました、今ようやく気がつきました。キム・ヨンガン2度目のタイトル防衛であります。キム・ヨンガンに対しまして認定証の授与が小坂誠コミッショナーによって行われております。公式の判定はキムに上がりました。残念です。これは玉熊くんね、手数がちょっと足らなかったですね。手数ですね、はい、しかし最終ラウンドも